俺がやったわけじゃないからな、これ俺じゃないからな、これダメっすよ、こんなことやったら。やってないよ。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パン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 、イエ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 イ、どん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 、パンパンパン、おいおい、おい、いらないの、おい。どうもこんにちは、ゴミ山地球です。よろしくお願いいたします。そんな人じゃないのよ、普段は。今日出るからこういう風にやってくれてるの。あ、そうそう、そういうキャラじゃ情けなんですけど。違うよ、だから本当に気遣ってくださってるね、今も。失礼しました。ゴミ山さん、ゴミ山さんですから。小宮山さん、はい、で第1問目、ぶっちゃけぶりっ子はありなし。あり。だってそれは可愛くなるために努力してるわけでしょ、その女性は。おうおうおう。だからそれはやっぱいいと思います。ぶりっ子してる人はいいと思います。なんで嫌われるか分かんないよってぶりっ子だったらダメだけど、あり中のあり、あり中のあり、あり中のあり。僕本当高校時代からぶりっ子が大好き。なんですかね、もう可愛い、とりあえず可愛い。とりあえず可愛いんですけど、いつから嫌われますよ、そういうのって。そう、後から分かったんですけど、そういう方ってメンヘラなんですよ。だから最近は行かないですけど。デートの時に着てほしい服装は何ですか。ちょっと具体的にお願いします。長いコートに。あ、マントですかね。マントじゃないって。マントここだけで縛るやつだろ、お前。で、ショートパンツ。ショートパンツ、目玉足ですか。いや、ストッキングで寒さ対策はしてほしい。あ、冬場の話ですね。そう、冬場。靴はヒール。ヒール、あー、厚底ヒール。はいはいはい。こうなって歩きやすいやつ。歩きやすいヒール。ニットでもうダボっとしてて、はい、もうスカートもパッシャーみたいな感じとか。僕あれなんですよ、太ってらっしゃる方大好きなんですよ。これおっぱいでかいですかね。もちろん、もうめちゃくちゃでっかい方がもう大好きです。女子に言われたら燃える言葉は。私は太ってる人逆に好きなんですよっていう。なんで時止まったんだよ今。ちょっと待ってください。太ってる人逆に好きなんだ。逆に好きなんだ。そうそうそう。普通に好きじゃなくて逆に。逆に好き。だから痩せてる人も好きだけど、そういうのも逆に好きだよっていう意味。おお。だから別に見た目で判断してないよっていうのが伝わるから嬉しいなと思って。なるほど。面白くてかっこいいね。燃える。第4問目、男女の友情は成立すると思いますか。はい、成立します。お、結局最後に頼るのは元カノだなと思いました。辛い時に悩みとか聞いてくれるのは元カノ、電話でね。します。おい、あ、もう実際実例があるから。もういっぱいいますもん、女友達。お互い、そうそう、暗闇二人きりになったら何もすることはないですか。いや、全然します。いや、それも友情っす。俺はこの人と違う。俺はこの人とは意見違う。俺は違う。女子の方からエッチしようと誘ってきたらどう思いますか。いろんな人にも言ってそうな気がするから、はい、嫌だなって思う。なんかあるんかもしれない。あるかもしれない。じゃあ元々友達だった人が、ちょっと付き合ってないでしょ。付き合ってないです。じゃあダメです。なんかある。なんかある。ハニートラップ。結局真帆と君と繋がるために僕に来たんだろうなと思います。ああ、そうなんです。はい、だから全部断ります。よい、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 よい。全く知らない人は嫌ですよ。嫌です、うん、それは嫌ですけど、ある程度そのまあ1回2回ぐらいあってたらもう、はい、1回2回、はい、よい。こんな人じゃなかったと思ってたから。こんなに女性にグイグイ行く人だと思わなかったから。そうなんですか。あんまり親密度はしっかり飲んだのは今日ぐらいですよね。そうそうそう。もう飲んできたんですか。そう、飲んできた。あ、早い。久々にね。東京ときめきチャンネル、また見てねー。